皆さん、こんにちは。昨夜です。いつもご視聴ありがとうございます。また、チャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。大変にありがとうございます。今日ご紹介するレクリエーションは、倒しちゃやーよというゲームになります。用意するものは画面に映っているペットボトルに水を入れたものと、えー、向こう側にタオルですね。それと、えー、ボールです。今日はテニスボールを使っていきますが、 えー、ビニールのボールでもいいですし大きさも自由です、えー、ゲームはすごく簡単でこれをお客様に蹴っていただきますこれをお客様にっていただきますそして、えー、ペットボトルの間をすり抜けて向こうのタオルに乗った分だけが点数になります 試しにやってみます。はい。で倒しちゃやよなので、えー、ペットボトルを倒さないで間をすり抜けて、えー、向こう側のペットボトルの間をすり抜けて向こう側に、えー、入ったらそれが点数になる。 という方法です。ペットボトルの水を今3分の2ぐらい入れていますがこれを半分とか3分の1に減らすとグラグラしますしボールの硬さによってもペットボトルが倒れやすくなるのでペットボトルを倒した場合はマイナス点などにしておくと面白いと思います。またペットボトボルの本数を増やして、 玉が1個ギリギリ通るかなという感じにすれば難易度も上がります向こう側にタオルを引いているのは大体がフローリングの事業者が多いと思いますのでボールが転がりすぎないようにきちんと乗る場所を作るためです今日は「倒しちゃやーよ」というゲームのご紹介でした本日もご視聴ありがとうございます